つ、おやつ、やった、たいちゃん来たよ、やった来ましたもう止まんないから。あ、これなんでしょう。あ、じゃあ目つぶって、目つぶって触り心地で、触り心地で、うん、なんか袋が、あ、これめっちゃずっしりしてる芋っぽい気がするすごくないすごくないですか。これは何でしょう。おお、バター醤油、見て、あ、絶対美味しい。しかもすごい、これ、あ、なんかポッキーまでチョコ、あ、来たよ、出た私たちの大好物、チロルをもうずっと食べて、あの日は分かったよ、あれ結局車の中で全部食べた帰り食べる、食べる、食べたい、美味しい、美味しい、芋だ、どこかちゃん、これ前美味しい、うん、なんかホンダちゃん弾強くなってる、え、なってます、うん、全然マート違う、うん、おー、いいボール、美味しそう。ひょうちゃんが、あ、開けましょう。ナイスセンスです。これ本当に美味しい。開けちゃっていいんですか。止まらない。ありがとうございます。そこって感じ。いただきます。ほら、ね、え、これ本当におすすめの美味しいやつ。セブンイレブンで売ってます。めっちゃチョコ。美味しい。めっちゃ美味しい。うん。全部けた。うん。食べてて、うん、1人で全部食べちゃった、うん、もう1個買ってたから大丈夫だったんだけど、みんなに飽きたんだけどね、ちょっと食べて、みんなにあげて、どうですか、チョコ好きとして、チョコ感想が雑なんだよな何点ですか、星いくつですか、星 4.5、 結構高いんだよねぐらいじゃない、うん、たいちゃんの星は4.5 だね4ではないし、5でもないの、うん、4.5 まみちゃんどうする、どこにありますか、でもラフだけど全然いいとこにあるんですか、そうですね、じゃあ持ってきます、ちょうどいい、多分こっちで、こういうライってなんか打ちづらくない、なんかピンあんなとこにあると、ちょっとつま先下がりなんで、うん、ちょっと腰落とすぐらいしか私買えないですけど、おー、あやめちゃんつま先下がり得意って言ってたんで、おー、ちょっと聞いて聞いてみます、ちょっとスプーンで打つ、スプーンでちょっといけるとかも、まっすぐ行った、
の、うん、手前か。どこに刻むんだろう。ここがやばい番号。え、えぐれてるじゃん。めっちゃ高いよ。本当だ。本当だ。だから、あっちだよね。そこの手前に刻まないといけないから。刻む？刻む、刻む。突っ込んでる。あ、突っ込んでいいよ。あ、待って。刻みが成功したら、そうだよ。が突っ込んでる。左からの方が良くない？左に突っ込む、うん、左だね。ちゃんが刻んでここ。あやみちゃんがいい球を打ったんだけど、バンカー。はい、こっちで行きます。刻んだんで、うん、OK です、ここで。うん、76ですね。57上りみたい。50ぐらいで手前からタラ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 、うん、ボールとボールの間ぐらい、間ぐらい。下がりだったかな。で、こうだったの。前足下がり、うん、うん、いや、ひよちゃんだね。入れよう。あやみちゃんどうだ。はい、これでいきましょう。はい、あやみちゃんでいきます。面白いです、うん、面白いよね、楽しい、うん、
とりあえず今一緒じゃない？一緒だね、うん、ナイスバディです。ナイスバディです。ありがとうございます。並んだあゆみちゃんがね、パタそうカツンってくるね。そうですね、もう私パタ変えたばかりなんですけどちょっと合ってます。あ、そうなの？あ、ピンヌ、ピンヌです。そうなの、違ったわ、うん、夢に出てきてあのパターが次の日買いに行きました。いや、面白い。次です。なんかいいことありそうだ。そうですね、なんかいいことありそうだと思って。ないよ、次欲しいよね。まずさ、クラブが出てくるってことがない。ない全然ゴルフ、ね、ゴルフしてる夢はあるけど、クラブとかクラブじゃないね。それすごい、すごいですよね。すごい使ってる夢じゃなくて、うん、なんかこうやってなんかはーって本当にネットに上げられてる写真みたいなのが夢に出てきました。こうやってそれも買うしかないよね、うん、買うしかないよね。買っちゃいました。衝動買い衝動買い、でもいいと思う、その衝動買い。これ右も左も行けないかな。あ、でもドライバーでいいよね、全然。私ずっと右行ってるからドライバーでいい。左の方がスマホだね。これ辺なんですよ、あの、くぼんでるところは何ですか。じゃあ、とりあえず花見が先に安定、奥から振っちゃって、どこ行ってもいいから振ってさっきからどこよも行ってるよ。じゃあ、私先打つの、私がフェアウェイ行けばドライバーでもいい。そうです。じゃはい、よいしょ。今だいぶ真っ黄色い感あったね。本当ですか。あったあった。目指してます。あったあった。真っ黄色いな。リズムが真っ黄色いだった。そっち打てるよ、ひよちゃん。構えられる。大丈夫、OK。 132って微妙だね。132って8じゃちょっと。え、手前の方がいい。うん、結構あれだね、上って下りみたいな。上って下り、はい、あやみちゃんボールでいきます。いいとこ来てますね。いいとこ来ました。さすが負けるボール。はい、ここからつけられればいいと思います。123です。ありがとう。うん、よいしょ。
まず出た。助けられました。これがスクランブルの。あゆみちゃんは今年はずっとじゃあアマチュアの試合にどんどん出ていくって感じだ。そうです。でもプレテストも受ける予定なので、うん、受けれるんだ。はい、17歳から受けられるので、うん、今年はチャレンジしてみます。おバチるんだ、2人でライバルですよ、うん、バチりますバチるよね、うん、一緒に連絡行こう、一緒に行きましょう。そうねたいちゃん全然緊張しなかったっすよ。どう見てます？それはスコアでから見てわかるじゃないですかガタガタだったじゃないですかもうやばかったです。なんか1時は普通にできましたけど、うんうん、2時は気づいたら終わってたもんね。うん、気づいたらやっぱそういう雰囲気がもうあれですか、なんか雰囲気がそう感じてしまった。変な雰囲気を、うん、飲まれちゃったね。飲まれましたね。でもなんかあやみちゃんそういうの大丈夫そうぼーっとしてますかなんかもういいぼーっとしてる感じあ、いいとこついてますね。チーム戦っぽいね。チーム戦っぽいです ね。助けてますよ。S なんだ。HR だよ。ある？夏になったら帰る？夏になったら S にしようかなって思ってる、はい、それでもいいかも、うん、でも最初はずっとキャロウェイ使ってたの、うん、ずっとね、うん、理由がね、名前が可愛いから最初はね、最初はやっぱ名前とかが大事じゃん。名前かわいいなと思って使ってたあの時はほんとなんかね、まだ子供だった。何歳ぐらい？小学校4年とかかな、3、4年ぐらいの時に。こっちから行く？うん、ゴリ。あ、でもなんか切れそうに見えてきた。いや、そんな切れないと思う。ちょっと打って見てみる。最初の出だしのここだけじゃない？山だけじゃない？ここは多分スライス。入りました。さすがっす。助けられてますね。ちゃんとチーム戦やってる。やってますよね。チーム戦だったね。スタンドを拾ってもらって、T、うん、ショットとパターンを拾いました。頑張ってもらって。頑張りました。いいね。いいですね。ね、アイシャドウ紫とか塗ったことある？ないないない。え、可愛いんだって言うんですよ、すごく。紫？なんかあざみたいに。なんないでほんとピンク使ってるじゃん、うん、ピンクとかやったらさ、ね、腫れてるみたいになるじゃん、泣いた後みたいな。そうだからそれ可愛いんだってピンク。でも似合うよねピンク。ピンクだよね。え、何色塗ったかな今日。ちょっとピンクっぽい、うん、紫系入ってるかも多分。あ、そうなんだ。あ、ぽいぽいぽい。あ、ほんとだ。何これも間違いだした。でもピンクは結構今流行ってますよね、中国とか。ピンク？いや、全然茶色っぽいみんな狙うやつです。タイちゃんもちょっとちょっとピンクじゃない？いや、茶色。